政府の数の割り算、情報を考えていきましょう。まず、プラス2、割る、プラス2。正の数割る、正の数は、これは小学校と同じですね。2割るには1。符号は丁寧にプラスをつけておきます。続いて、プラス2、割る、 マイナス2。正の数割る負の数。正の数を負の数で割ると答えは負の数になります。プラス2割るマイナス2はマイナス1。掛け算と見てますね。続いて、マイナス2割るプラス2。 今度は、負の数割る正の数です。これはマイナス1になります。マイナスとプラスが一つずつあったら、答えは負の数になります。さあ、最後ですね。マイナス2割るマイナス2。負の数割る負の数はどうなるでしょうか。マイナスをマイナスで 割ると、プラスになります。政府の数の割り算、情報は符号に気をつけて計算してください。